はい、どうも、タクタクです。怪症候群3やっていきましょう。早速、前回の続きからですね。速攻で分かったんですけど、まず、はい。こいつと、はい。ここから、はい、引き剥がして、ここに入る。で、ここから分かんない。ここから分かんないけど、まっすぐ行くと、あ!ってなる。多分この中を見つけるんだと思う。俺は。思うんだけど、これを、こいつをどうするかな、問題はな。はい。あえて見つかると、追いかけてくんのかな?あ、追いかけてこない。でも、こう入ると、追いかけてくんだよ、こいつ。はい、はい。こう切って、入るじゃん?あ!どうすればいいんだ、これ。こいつをなんとかして、やっぱ巻く方法みたいなものが、必要っぽいね。でも、あん中入ってもどうしようもなかった感じもあるよ。多少。その、こう入るじゃん、こうやって。おい、来いよと。で、相手のここか?この流れからの。あ!この流れからのここなんだ。からの。あ、ダメ。今、デンジャーだったのがでも回復したね。これいなくなった。あ、いや、いなくなってねえし。こう来て、ここで、これなんかする、する説だね、これはね。あるね。ここでなんかする説はあるわ。こんな帰れんのかな?ロッカーに入ってみる?いやでも、どう考えてもこの、時間的な感じで、ロッカーに入る。いや、できない。そんなことできない。そんな余裕はない。こう来て、いけるか?いや、いけないよね。いけないよ。全然いけない。いや、なんだろうな。なんか一手間足りない感じがする。それをだから、ちょっと今、探すか。頑張ろう。あ!こんなとこ入れる。うん。あ、バケツ。バケツを?バケツをどうすんの?バケツをガンガン外で叩くの巻き。この辺でだからもう、これで、こう使うわけですよ。あ、踏み台として使えそう。ということは高いところに電池の木や電球がぶら下がっている。あ、電球を使って誘導する。これで?お。バケツが置かれている。替えの電池があればいいのだが。え、待って。電池。嘘?こっち側に動かせるんだ。車のキーを見つけた。ちょっとなんかこっちに入ると思うやん。で、車のキーを見つけた。え、待って、俺めっちゃ時間かかったんだけど、これ。ちょっとセーブして、あ、そっか。敵がいるときはセーブできないのか。え、俺10分ぐらいかかったよ。迷ってたよね、俺絶対。じゃ、セーブしたい、どっちにしろ。何分迷ってた?あ、やっぱ10分ぐらい。いやー、迷ってたー。で、ここで、アイテムの、はい、これを使うわけでしょ?開けた!で、お、入った!お、は、入れる!面白!後ろ入れないのか。で、これでどうすればいいの?あ、クラクちゃんを鳴らす。鳴らしたら、あ、あ、来た。キャハキャハで、これで、オッケーなわけ、多分。お、まだいるの。あ、わかったよ。これ3回鳴らすってことじゃない?ちょ、待って。あははって言ってるけど、ちょ待って、ごめんなさい。クラクションを、
あと1回鳴らしたい。これもう1回できるの？お、いける。4回鳴らすと。あは？あは？あは？あ、オッケーオッケーオッケー。そういうことね。あ、で、ここに分かった。もう、なんとなくだけど。懐中電灯を見つけた。あれ？金属のグッズばっかり。懐中電灯？あれ？電池かなと思ったんだけど。暗い場所を、あ、なるほど。なんか暗くて入れないみたいな場所どっかいなかったっけそれ。あ、でもそれ、え、前のエリアじゃないそれ。違うかな。あ、ここだ、ここだ。はい。これがあるから大丈夫。懐中電灯があるから。暗くてよく見えない。いや、怖っ、これ。アイテム。これ使おう。これ使えない。もう使ってるからか。セーブできる。あ、できる。セーブ頻度上がってきた。ほんと暗いんだけど。ほんと暗くて何が何だかわかんないんだけど。何か落ちている。電球！あ、電球ね。やっぱそうだよね。電池なわけないよね。なんか電池だと思って、電球ね。血濡れのだ、これ、ついたらどうなっちゃう、これ。ここでなんかひどいことをするんでしょう。捕らえた人間をバラバラにして食うとかね。逃げろ！で、こっち入って、ずっと電球って書いてあるの、電池って読んでたわ。多分。電球交換。これ電球交換することによってなんかいいことあるわけ、これ。電球を入れ替えた。は？何？寄ってくるってこと？ここにいっぱい。もしかして。奴らが。やばいんじゃない？これ。あ、隠れた。あ、それで正面のやつが来たってことか。多分。これで移動できるよと。はいはいはい。で、これで、さらばじゃあ。あ、いない。じゃ、セーブさせてね。おー、光ってるね、上でね。ここに入る。ここをどうやり来るかだよね。こう調べたかったんだ。あ、でもなんか、なんとかいけそうな感じはあるね。こう来て。あ、いける！どこ？この辺りまで来たら大丈夫かな？何が？あれ？今一瞬自分の名前がわからなくなったような。やばいやばい。じっとしてたらダメ。取り込まれる。やばいやばい。そんな効果がある世界。で、一方、対策本部ではみたいな。あは！みことちゃんや！急に呼び出してすまない。君から直接詳しい話を聞きたくてな。いえ、あの、ゆかが。ああ、会に巻き込まれた。思い出せる範囲でいい。何か異変の予兆などなかったか。ごめんなさい、特に何も。あの、私、ゆかと別れてからすぐに LINE を送ってるんです。返信もないし、連絡もないので、まさかこんなことになってるなんて思いもしなくて。何？それは本当か？はい。Twitter だけが生きているという。妙だな。彼女は俺たちとやりとりをしている。君の LINE に気づかないわけがない。ツイッターでやってんでしょ。おそらくタイムラグのせいね。タイムラグ？金森さん。LINE だったのあれ。タイムラグ？通話 LINE が繋がらないのはこちら側とあちら側に数分間の時間のズレが生じているから。リアルタイムの通信機器は機械が正常に動かなくてエラーを、吐くのでしょうね。だとしたらツイッターは？あれはまた別。ツイッター、匿名掲示板。それらが異世界と通信可能なのは何万人もの人間が同じ時間同じ場所にアクセスしてるから。大量の念が一箇所に集まるとそれに比例して時空の歪みも緩和されるんでしょ。お、すごい！ツイッターとかすごいね。
時空の歪みが起きてるらしいです。そうなんだ。彼女動かないって言ってるけど無意識に行こうとしてるのよ。だってあの場所はそういう場所だから。行こうの字が如月駅、闇駅、如月って鬼、鬼駅、闇は死を暗示する。最後の駅名は五章駅、生まれ変わりね、言ってる意味わかるでしょう。五章どういう意味だ。俺たちが思ってるより時間は残されていないということか。タイムリミットは2つ、1つはただの時間切れ、もう1つは彼女の動向がネット上のやじ馬に飽きられた時、大量の念が減ってしまえば糸電話の糸が切れてしまう。つまりコンタクトができなくなる。じゃあどうすればいいんですか。無理やり扉をこじ開ける。え、その法則を逆手に取ろうと思ってね。ちょっと外方なやり方だけど何すんの。何をするんですか。下法と読むのか何なのか。こんなとこに来て何になるの。如月の怖っ。文字が擦れて読めないか。こっちはいけません。あの世なんですかね。ここはもう、あ、これは別に入り口ってわけじゃない。あ、なんか落ちてる。え、なんかなんて書いてる。あ、巨大な頭にカタカナの王みたいに見えるけど、なになに、巨頭王、王って何よ。気味悪いわね。王ってなんだ、王って。あ、危ねえ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 。セーブしたいだけ、怖いから、怖いからセーブしたいだけ。巨頭、頭が大きい王、なんだろう、三松池、三松池に行くべきか。いや、上は？ああ、封鎖されてんな。金網で道が塞がれている。なんか左上にフライパンみたいなものが見えますけど、なんでだろう。ほうほう。日差しが強くて読めない。え？こっち、イベント？なんだろう、この先すごく気になる。こっちは？あ、こっちも封鎖されて。ここから大きな息が見える。あ、確かにあるね。じゃあもうこっち行きます？なんて書いてあったんだろう、ここは。やっぱりだ。ずっと進めば誰かに会える気がする。はぁ！お父さん、お母さん。あと、妹だったっけ？いるんじゃない？妹か弟か忘れたけど。何？あなたの反応が消えかかってる。どこに行こうとしてるの？え？方角を確認して、次の駅に繋がってるんじゃないの？あ、そういえばそうかも。どうかしてたかも。頭がぼんやりするせいかな。引き返そう。仮に引き返さなかった場合はどうなるんですか、これは。セーブ多すぎる。引き返さなかった場合は。あ、引き返せない、引き返すしか選択肢はないということですね、これは。引き返すと、巨頭王って何？あ、巨頭王来たんじゃない？巨大な頭を、を、なんだろう。え、でも今のドンドンは何？こっちは行き止まり。何何？節電したいの。落ち着いて聞いていい？現実世界じゃあなたのいる位置は池のど真ん中。近くに大きな池はない。そこがそっちとこっちをつなぐ架け橋になるかもしれない。お、ある。池？
これでしょ？高すぎて登れない。この網どうにかできないかな。金網を壊せる道具を探す。なんでさっきのペンチを持ってこなかったんだ、カジロさん。あれ壊れちゃったのかな。ペンチぐらいじゃ金網切れないか。でも針金は切れる。こっち開いてるとかない。お、ここなら登れそう。登れるんだ、ここなら。登ってみる。はい、低いわけね、これはね。いや、金網なんか大体登れるでしょ、頑張れば。なに？セーブ推奨来てるよ。なに？さっきから何の音？ついに、巨頭が来るよ、これは。くさびたフライパンだ。日々のハレルヤかな？バール、すごい異臭。生ゴミが溜まっている。なぜ生ゴミが。え、バールで金網をどうする気なの、これ。何？いよいよ何すか。何？早く登れ。巨頭 O。強威度 B。何？ GO！ は？何も見えないよ。これどうすんの、これ。巨頭ね、これがね。おお、突進してくる。あ、この突進を生かして、危な。この突進を生かして多分。あ、そういうことね。まあ、なんせ強威度 B 程度の生物なんて大したことないでしょう。危な！こっち来いよ。え、なんでそっち行くの？おかしいでしょ。おぶねえ。なるほど。主人公がいる方向にじゃないと突進してこないわけか。ってことはギリギリまで引きつけないと意味がないってことね。おぶねえ。オッケー、ナイス。さらばじゃーい。なに？あ、巨頭がいっぱいいる。巨頭がすごい来るぞ。急げ。で、ここで、早く使って。早く、あれ？なに、早く使ってよ。なに？バールを使う。で？あ、出られた。あるよ、池が。やばい。あ、はい。入ればいいんですか？どうしよう。思い切って飛び込む。なんか今置いたよね。どうなった？どうですか？その後の彼女の反応は。ダメ、連絡が取れない。すでに電源が切れたのか、彼女の心が、なんだっけ、焦燥しているのか。時間がありません。アカウントのパスは解析済みです。実行しますか？ええ。アカウントのパス。はあ、到着したぜ。いや、変わったところは何も。本当にこの池にゆかちゃんいんのかよ。はあ、何言ってんだ。周辺の景色を撮ればいいのか？でもなんか似た感じはあるね。え、生きてんの？え？わかんないよ。なんでこんな場所にいるの？どうして自分の名前が思い出せないの？もう全然わかんないよ。これやばい感じ、これは。あ、でもセーブはできるし、自分の名前がわからない。愛用のスマホだ。これ生きてんのかな？使ってみよう。節電しようか。防水性能はあるみたいだ。これは花か。あ、充電が切れた。終わったやん、もう。これはこっちはいけんの？あ、いけるね。
ただダッシュができない。頭がぼーっとする。これやばいでしょ。やばいね。わけがわかんない。赤い花。でっかい木これ。やばくない？この辺。行っちゃっていいのか？これは。私の名前は、カジロ。はぁ、しっかりしなきゃ。なんだろう、今の感覚。何か、忘れちゃいけない何かが、ホールの中にある気がする。赤いとこに来たよ。もう森の中じゃないという、歩いてるのが。あ、誰かいる。え？誰かいる。お父さん？これお父さんだったんだ。なんでこんなところに。お父さんだ、ついてこもう。お父さん、もう絶対あの世に行くよ、これ。お父さん？ついてっていいのか、これは。お母さんもいる。お母さん！あ、そっか。なんかいろいろ思い出してきた。私の名前は。そうだよ。そうだよね。生きてるはずないもん。だってお父さんたち死んでるんだよ。ごめんね。私みんなのところに戻らなきゃ。このまま私が消えちゃったらみんなに返せなくなるから。だから戻るね。戻るんかい。戻るっつったって。どこに戻りゃいいんだ。そうだ。私、生きるって決めたんだ。諦めないって決めたんだ。急に明るくなっていく。森を抜けた感じ？あ、違う！池から出てきた。なぜ池からなんでしょうか？どなたですか？どなたたちですか？その後の女の足取りは、特務課が保護したそうです。女を誘導しつつ、異界の内部を探るのが今回の目的だったはず。申し訳ありません。途中で連絡が途絶えまして。残念だよ。大きなゴミ箱が欲しかったのだが、大きなゴミ箱。異界に用のない奴らを迷い込ませると。そういうことですかね。そういう闇の組織が。きっとあるんでしょう。これでまあ人事件解決したぞと。ああそうか、了解した。なんだって？異世界に巻き込まれた他の被害者も保護されたらしい。幸い犠牲者は一人も出なさそうだ。え、マジで？あの他の3人も結局偉い目にあったのはゆかちゃん一人だけかよ。彼女の体質が向こうの世界と悪い形で共鳴したのでしょうね。一般人は意識すら保てない。結局異物として吐き出された。ほうほう、なるほど。彼女もまだ得意体質。やはり警戒しなければならないな。だな。にしてもひなちゃん大手柄だぜ。うまくいくかどうかは一か八かだったけど。バチだったけど。っていうかよ、あんまり理解できてねえんだけど。だが、どういうことか説明してくれね。ネット上の矢島を釣るためにね、カジロさんのアカウントを乗っ取ったの。そしてあの池をツイッターから生配信した。どうやって？それに何の意味があるんだ？ああ、なるほど。
興味や好奇心といった大量念を利用して空間を乱したのも、こちら側とあちら側をつないでいる次元の境目を破るために、隣接している世界のタイムラグを限りなくゼロに近づける。俺もちょっと外配信でそういう心霊スポットに行くことがあったら、隣接している世界のタイムラグを限りなくゼロに近づけるっていうワードを使っていきたいと思う。これはあの池で綺麗に交わるように、それ支笏湖あたりで使ってみよう。もっともそれが成功するにはカジロさんの強い意志が不可欠だったんだけどね。複雑すぎてわからねえけど、まあいいや。しかしなんでこうなっちまったかね。原因の方はさっぱりだな。原因か。また何か始まらなければいいが、いいか。解消興奮ですよ、これが。ヒムロさん。始まってるんですよ、もう。あ、これはなんかなんか、2ちゃんみたい。本当にあった怖い話。結局デマでした。またこの手のいたずらかよ。本当にあった怖い話。時間返せ。奴らはとんでもないものを盗んでいきました。俺らの時間です。電車にいた人間や系だって本当？ 234 の書き込みは削除されました。マジ戦闘車両にいた人たちがいなくなってる。証拠出せよ。236の書き込みは削除されました。削除されるんだけど。第一章。エンド。ああ、なるほど。はい、といったところで、キサラギ編、これで完結。ただ、これで4章か5章ぐらいあるはずなんでね。まだまだ続きます、解消後軍は。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。次回も、解消後軍3やっていきたいと思います。次は何、どんな都市伝説なんでしょうか。楽しみ。それでは、またお会いしましょう。ではまた。